チェックしながら練習しているような感じでしたね。やっぱりねその状況だと難しい。コーチ役の人にキャディーを任せるということで ね、まあ、うまく補うといいますか、はい、そんな選手も多くなっています。稲見萌寧の2番ホールです。うわすごい。コースマネジメントをしていかないとやっぱりね、ああいう、ね、ところで優勝争いには残れないんでしょうね。うわー入ったー。さあ18番の稲見萌寧、稲見萌寧は2日目を終えて4アンダートップと4打差10位というグループです。では米山みのりさんお願いします。米山です。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日後半ちょっとショートパットを外すシーンが何回か見られたんですけれども、はい、その辺はどんな感じだったんですか。ちょっと、まあ、なんか13番のティーショットぐらいから少しなんかいろいろなタイミングというか運が悪くて、なんかちょっと音がポンって気になってしまってわってなってミスってっていうのが2ホール連続で続いて、そこからやっぱちょっとなんか嫌なイメージが残ってしまって、なんかいまいちそこからなんて言うんだろう、なんか不信感を持ちながらパターンを打ってしまったっていうのがちょっと一番の原因かなっていう感じですね。じゃあ明日に向けてちょっと今から修正する気持ちをリセットする感じですかね。そうですね、まあ、でもなんかやっぱりボギー打ってもこのコースはこうちょっと落ち着いてなんかこうプチッと来たりとかしなければなんとかなるっていう風にやっぱ心がけてやってるので、まあ、でもなんかすごい自分が悪くてミスって落としたっていうわけじゃないので、まあ明日からまた頑張ろうっていう感じですね。はい、ありがとうございます。はい、明日も頑張ってください。ありがとうございます。